小林さん、浅草さんの音楽育った世代です。あのしつこいほどのサビの部分、どこ哀愁漂うメロディー、ゴリゴリのダンスサウンド、突き抜けるようなビバリーの声いいですね。またこんな曲盛り上がりたいです。そうだよね、俺もそう思うんだけどさ、結構そういうの作ると古いとか言われたりするから、俺もね、やりたいんですよ。やりますよ。じゃあなんかボーカル見つけないとね。まずこういう場所で見つけようかなと思って、今度、なんかオーディションやってもなんか同じような人ってあれ言っちゃいいんだけど来るから、なんか予想もしないような人でやってみたいなと。あのね、 CM で流れてるところのを先に作るわけ、15秒をね、ゆっくりしたところで、その時小室さんが作ったんだよその曲を。ただもっとテンポがイケイケの曲になっちゃって、でも CM に出してる部分とできた曲が全然違うから、どうしましょうっていう相談されて、小室さんから普通にくっつけちゃえばいいんじゃないですかってだから最初ゆっくりのところが始まって、だん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 速くなっていくでしょ。あれはそういうことなんですよ。それがユーアマサンシャインの、まあ、裏話みたいな、話です。結果良かった、結果いい曲になったと思いますよ。